皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。参戦が一部で疑問視されていた女子ボクサーの試合は、波乱の結果となった。現地時間8月1日にボクシング女子66キロ級2回戦が行われ、イマネケリフ、アルジェリア、は、アンジェラ・カリニ、イタリア、と対戦。開始46秒で相手が危険する形で勝利した。ケリフの勝利は波紋を呼んだ。 というのも彼女は昨年の世界選手権時に国際ボクシング協会イバの性別的覚醒検査で失敗。XY 染色体を持っていることが証明されたために出場権を剥奪された過去あったからだ。今五輪は国際オリンピック委員会 IOC が医学的にも女子競技参戦が問題ないと判断。ミツルを辞して参加しているのだが、 一部選手たちからは参加に対する懸念の声が高まっていた。そうした中での決着は衝撃だった。序盤からケリフの強打を浴びた仮には、自ら危険を選択。試合結果が場内にコールされると、25歳のイタリア人は両膝をキャンバスにつけて号泣。ケリフとも握手を交わさずリングを降りた。試合後、母国し。 がガゼッゼタ・デロスポーツなどの取材に応じた仮には、私は諦めるつもりはなかった。でも、鼻に2度のパンチを受けたときに、それがあまりにも痛すぎて、息ができなくなって、もうたくさんだ、と言ったの。胸を張っていくつもりとコメントしている。また、セコンドにいたトレーナーのエマニュエル・レンツィニ氏は多くのファンから、お願いだから戦わないでほしい。相手は男だ。 彼女にとって危険だとメッセージを受け、事前危険も考えていたと告白。しかし、最終的には本人の意思でリングに立ったという。試合後にケリフを取り巻く論争は、何の影響もなかったと振り返った仮に。だが、ラ・ガッツェッタ・デロ・スポーツは、試合後にリングを降りる際、彼女は、不公平よ、と数回にわたって周囲に不満をぼやいていたとすっぱ抜いている。 やはり彼女は相手との力の差は感じていたのかもしれない。なお、危なげなく試合に勝利したケリフは、準々決勝に進出。現地時間8月3日にハンガリーのアンナルツハモリと対戦する。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。